可愛いわ。あ、行きたいんや。めっちゃ可愛い。あ、その人もう、もう近づいてきて。男のためのバラエティチャンネル全力マンキーシーズン2。男性視聴者 86%、 どうもタニロン、あ、ごめんなさい、もう一回やりまーす。いや、もういいよ、そのままいけ。タニロンです。パウスパウスパウス。はい、ということで、はい、まあ、タニロンくん一人、前回ね、新宿2丁目のゲイバーにタニロンくん行ってますんで、はい、よければ概要欄からそちらご覧ください。ゲイバー終わりです。私今だいぶ気使ったやろ。いや、その気使った神経を。もうちょっとでもミスしたら、その竿が飛んでくる可能性あるから。、はい、そんなね、疲れてるタニロンくんに、さらなるハードな新スポに行ってもらおうかと。ハードそうやな。はい、ということで、男の新スポ企画です。題して、新宿大久保公園の闇を暴けです。全力満勤でやってないじゃないですか、うん、やってないです。新宿のね、大久保公園が公園界隈、界隈っていう風に言われてて、簡単に言うと立ちんぼがすごい立ってると。はいはい。まあ普通立ちんぼって言ったら、まあおばちゃんを想像するじゃないですか。うん、するする。アジア系のね。やばいや。なんですけど、なんとめっちゃ可愛いらしいんです。レベルが高いらしくて、ほんまにそんなことあんのかと。でもな、可愛かってもさ、うん、なんかここ偏見やけど、病気まみれないイメージというかね。まあね。なんかあんま綺麗なイメージじゃない。そうですね。実際あると思います。その風俗よりもね、やっぱり性病の感染率が高いとかあると思うんですけども。うんうん、まあちょっと今回はそういうのはなしでお願いします。はい、そういうのはそういうのはなしで、ピュッピュは今回ちょっとなしでダメなんで、法的にあれな、そうなんです。なんで今日はまあリサーチ会ですね。今日立ちんぼ企画っていうのをね、うん、事前に知ってましたから。はいはい。立ちんぼ企画ってことは発車あるな。僕昼ぐらいに、申し訳ないですけど、最高の AV 見つけてもらって、これはもうこの場で発車してしまいたいなっていう時間があったんですよ。はいはい。昼間にね、90ぐらいまで行ってて、これ発車してもらったら立ちんぼ企画いいレビューできんのちゃうかと思ってめっちゃこらえて頑張ったんですけど、ないんや。ないです。抜きはないんや。OK。 ただ一個抜け道あります。お金を払わずに連れ出してすることは OK です。いや無理やろ。いや分からんよ。いやでも希望持ってくれ。大体おっさんなんですよ、公園界隈の男たち。そんな中でやっぱタニロンある程度若いし、いけんじゃないのっていう。マジで狙いに行くとしたら、カラオケとかちょっとついてきてみたいな。で、おごるし。から会話で持ってくぐらいじゃない？飲みに行くとか。相手の女の子にタニロンがハマった時、それは可能性あるから。まず、リサーチ。いるかですよね。そうそう。まず、どんぐらいの女の子がいるのかっていうのと、どういうレベルなのか、何歩ぐらいなのか、調査してほしい。普通に気になるな。気になるやろ。可愛いらしいんで。交番の前ですげえ話してるけど。ほんまにな。大丈夫？じゃあ行こうか。はい。高評価ボタンをリトカツだと思ってタップしてね。ちょっとやばいっすね。ちょっと思ってた以上にいるし、やばいな。思ってた以上に立ちんぼ同士の間隔が狭い。せやな。そう、めっちゃいるやん。もっとポツポツかなと思ったら、京都の鴨川みたいな感じ、ね、鴨川のカップルが等間隔に座る感じやった。で、おっさんと立ちんぼの女の子が喋ってるっていう。なんならおっさんめっちゃ多いなあ。おっさんもなんか携帯でなんか多分ツイッターとか掲示板見てんねやろな。一人おっさんが耳元でなんかこう、あ、なんか交渉してたな。こうそうやな、この距離感で喋ってたな。女の子の中には声で聞こえたんですけど、うん、私ここずっと立ってるって言ってる子がいたんで、最初の聞き方ってどうしたらいいんやろ。お姉ちゃんずっとここで立ってんのとか。そうやな、そっからやな。多分隠語みたいなのあるよ、うん、ちょっと調べてみそうやな。立てますかって、さすがにストレートすぎるから結構レベル高なかった。高い。だからみんなめっちゃ可愛いな。すごいな。ちょっとマスクしとるからあれやけど、マスクの下はさておきめっちゃ可愛い。そう、なんかまず若い、全体的に20前後、ピエン系多めで、スタイルがみんないい。みんな足細くて足出してて、いや、こんな感じなんや。多分おっちゃん多いな。めっちゃ多いな、多いな人。多分みんなな、めっちゃムラついてんやろ。ムラついてんのか。でもパンダもこんな目になるもんちょっとトロンってしてるやん。まあ今回これリサーチしてますけど、まあ、僕らの視聴者さんは行かないように。そうですね、こんなところに。怖いですよ、ほんまに。つつもたせとか、まあ、そういう詐欺被害にあったりとかねする可能性あるんで。どうしようかな。なんて聞こう。でもさっきのがめっちゃいいと思うけどな。ずっと立ってるんで、ずっと立ってんので、いくらぐらいなんて。そうそうそう。でもしなんか仲良く喋れそうな感じやったら行ってもらっても。最初にちょっと行くかもみたいな感じをちらつかしといた方がいいかもしれない。ちょっとこれ映像撮れるかわからんから。ざっと100人ぐらいおったよ、ね、多分。痛い痛い。公園の周りみんな立ってんのに。聞き込み調査しますか。 OK。 どうしよう。あ、1時間で1時間。ちょっと見て回りたいから他も見てみて。ありがとう、ありがとう。今の人はロシア人、60分1万5000円立ってるんですかみたいな感じ。うん、そう、大体何してるんですかとか、なんかこっちが気持ちいいなっていうか、なんかいいそうなと思う入り方は一言なんかあった方がいいと。皆さん今いいですかとか、何してるんですかとか、
か何してるんですかって言われてもなんかでも言えないよね。そうですね。それでも怖い子とかやったら無視したりする子もいるらしいけど、うん、毎回なんか一言あってからなんか遊びたいんですけど、うん、経験とかありますか、うんうんうん、なんで私に聞いてるの。あちら辺は結構外国人多いと思う。この子にやるけど、私は5万人で入れる。それはホテルでやっぱり、うん、でもそれも要相談みたいな感じで、どんな感じで考えてはるんですか。いや、まあそうやな、2人ぐらいで考えてるけど、そうそう、どれぐらいの価格みんなが行くかちょっと分からない。分からないですね。そう、どんなもんなんかなと、うん、いやーちょっとどうやったの？2人ぐらい話しかけたかな。はい、可愛いわ。あ、行きたいんや。めっちゃ可愛い。あ、マジで。めっちゃ可愛くて、1人目はお姉さんこの辺りずっと立ってるんですか、うん、って聞いたんですよ。フル無視。怖っ。なんでなん？分からへん。まあ人選ぶこともできますからね。相手が嫌やったらまあ。うん、だからまあ冷やかしに来たと思われたかもしれない。うん。で2人目の女の子は僕がちょっと2周ぐらいさせてもらって、うん、これ一番可愛いんちゃうかと。目星つけてる女の子ね。はいはい。でマスクしてたから顔は分からへんけど、うん、だいぶ可愛かった、ね。目元だけでは。目元だけでは。とりあえず。初めてここに来て、うんうん、ちょっと正直遊んで帰ろうかなと思ってるんやけど、うん、みたいな入り。なんて聞いたらいいのみたいな。その見分けつかへんからなんとなく分かるけど、うん、なんて聞くのが普通なんて。うん、立ってるのとか、はいはい、なんかそういう感じで聞くんかな、隠語みたいなのがあってみたいな感じで聞いたら、うんまあ、正直そういうのあんまないみたいな、でその普通の会話をしていく中でポロッといい感じで出してそんな感じなんや、探り合っていくみたいな感じ、ね、めんどくさい、めんどくさい感じや。だるでもその女の子は僕結構最初に正直にスパッと言ったから、はいはい、いろいろこうだよっていう感じで優しく教えてくれた。なるほどね。でその子は個別ゴムあり2万。おお、最終点デリヘルぐらい。あれ2万円は安いっていうか、まあね、まあまあどうやろう。まあまあうん。え、あれってマスク下ろしてって言えんのかな。それやってみたら。いやそれ下げたらもういかなあかんぐらい。あーとか言えへんな、僕ちょっときついねんな。そんなんで、あこの通りね、女の子いっぱい、うん、7人ぐらい立ってたから、はいはい、そのもう一個奥の通りは、はい、外国人エリアみたいな感じ。すごかったよな。そう、でも結構レベル高くなかった。いやレベル高い、レベル高い。なんかロシアっぽい感じのイメージはグラセフやったことある人なら分かるけど、グラセフの売春婦、ね、道端でこうやって夜立ってんねんな。そうこうやってでクラクションプヨプヨって鳴らしたら乗ってくる、乗ってきてあの売春婦みたいな人。なんか結構綺麗なブロンド系や。上着着てるけど中ビキニみたい なでもいかにも売春婦っていう人が何か立ってて、もうその人らはもう通っただけで、あのサクスサクスっ てこう言ってきて、で話しかけてくれ。ほんでどこの人ですかって聞いたら、ロシアな。お、僕より背高かったよ。こんな背高かったな。全力満喫によく登場しますけど、アリさんみたいな方で、はいはいはい、ロシア美人みたいな感じ、うん、整ってた。めでその人は60分1号でした。安っ、うん、外人さんの周りになんかちょっと怖そうな男が何人かなんかね目光らせてたんさ。あれちょっと怖いよ。監視してるというか、なんか包もたせ的な業者もいそうやで。分からんけど、普通にもう個人事業主として立ち立ってる女の子もいれば視線って言われて、上に誰かがいて立っとけって言われて、エンデリとかね。だからちょっと怖い場所ではある、ね。うん、だから皆さんにはまあ基本的にはお勧めしないです。今回は調査なんで、うん、ほんまにチンスポットっすね。でもでもちょっとこれアコの周りにいた人さ、全員行こうと思ってる人だよね。そうやろな。これちょっとだからタニロンが女の子を話してる間、俺ちょっと男に何しに来てんすかって話しかけてみるわ、はいはい、あなるほどね。みんなごまかすと思うけど、ね、でも来てるってことはもう絶対そうやねん。ずっと立ってるやつとか。いや僕ちょっとさっきの子マジで可愛かったな。ほんまにでほんまにもし金なしで連れ出せるとしたらいいよ、うん、それは。そうやな、金なしでな。コミ続けてみますか。もう一人奥の奥まで根掘り葉掘り聞きたいな。なんて聞いたらいいかな。お姉さんいくらですか。あ、そうし、なんか直接的なんダメだかな。いや、全然大丈夫。あ、そう、うん、なんか、お姉さんずっと立ってるんですかみたいな、なんかこう、日本語なんかなと思って勝手に。いや、逆に冷やかしてやと思う。あ、そうね、うん、あ、そう、うん、うん、うん、え、何分？20歳。何分？いくらですか？何分？時間をあんま決めてなくて、終わったら出るって感じ。まあ、でも1時間。生そこだに。生そこだに。ごめん、ちょっと他の人も話してみて。うん。あ、全然大丈夫。なんかあれですか？ここら辺めっちゃ遠行
が盛んみたいな。あ、そういう系ではないですか。全然違います。なるほどなるほど。ちょっと僕ら YouTube やってて今聞き込みしてるんですけど、全然もう全くそういう気はなく。なるほどなるほど。ここ盛んな人たちいるんですか。え、あそこら辺に立ってる女の子全員、ね、あ、そう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 、何ぐらいですか。 あれとか、で今調査してる感じは2万から1万5000円ぐらい。2万から1万5000円で言われるんですか。でも怖いですけどね、病気とか性病は。うん、お店の人じゃないから。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。お兄さんは何をしに来られたんですか。はい、ここでずっと立ってはったんで。知り合いと待ち合わせ。あ、なんかその女の子がここで遠行しまくってるみたいな、今話題になってるらしいんですよ。めっちゃ聞いてるんですけど、誰一人としてそういう人がいない。そんなことあるみたいな。そうですね。ほんまにちゃいますか。友達と遊ぶために思いますか。その友達は結構そういうフレンドじゃないですか。ほら、あそことかでもいるでしょ、はいはいはい、あんな感じの。あ、ここにはそういうその、そう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 、援助コンサー以外のコミュニティがあるってことですか。全然全然あります。どういうコミュニティなんですか。なんですかね、東横界隈みたいな感じですか。ではなくて、うん、なんかおっさんとかばっかしてですけど、なんかいろんなジャンルの人がいるんじゃないですか。夜食とか。で、何をしてるんですか。集まって普通に喋ってる。飲んで喋るみたいな。すごい。ずっとあの人なんかずっと住んでいますね、はい。あそこの人たち。あ、ちょっと聞いてみます。ありがとうございます。いいですか、話しかける。俺好きっす。え、見てくれてます。見てます。あ、マジっすか。ありがとうございます。そういうことなんです。これ全部全員っすか。これはそのなんかお店とか裏がいてとかではなく個人的にやってるんですか。すごいっすね。なんか YouTuber めっちゃ好きなんですよ。一応 YouTuber でやらせてもらって。俺めっちゃ見てるんです。ありがとうございます。全力満喫っていう名前でやってます。めっちゃ好きなんですよ。そこの通り、左左行くと全部大丈夫。アジア系のもういわゆるニューハン。あ、ニューハン。あの、この可愛い子増えたけど、めっちゃ可愛い。2、3年前はもう、はい、動物園だった。あ、だから盛り上がってきてレベルが高くなっていったみたいな。コロナの後にやっぱ稼げない子たちが、はい、キャバ嬢とか。はいはいはい。なるほどね。でも箱に働けないから。箱に働けないっていうのはどういうことですか。縛られたくないって。あ、なるほど。お客さん選べないでしょ。まあそうですね、確かに。はい、お疲れ様です。お疲れした。あれからね、僕6人ほどまだ聞き込みしましたんですけども、はい、その最初の動画の趣旨である仲良くなってタダでみたいな、長く喋ってると、うん、お前冷やかし系やらんやったらもうどっか行けみたいな顔になってくるから、ちょっと長く喋るの難しかった。多分みんな日銭に稼ぎに来てるもんな。そうだからもうそのお金払ってくれる人の方がいいっていう、うん、4人目ぐらいに声かけた女の子めっちゃ可愛い感じ。ほうほう。だけどその子に金額聞いたら、はい、ゴム割りイチゴ安いけどな。時間は どんな感じなんて聞いたら、うん、だいたい他の子はだいたい1時間60分ぐらいとかって言うけど、はいはい、その子はあんま考えて終わったらって感じ、だいたい1時間ぐらいかなみたいな、はい、あ、そういうラフな子もいるみたいな。あともう一回その外国人のとこ言ったら、うん、やっぱ外国人はねもうすっごい積極的やね。うん、もう目ちょっとでもこうピッてあったら、うん、はいみたいな、はい、みたいな感じで、あの外国人情報を仕入れました、はいはい、ニューハーフらしくて、で逆にあの通りの反対側、うん、要は十字を右に行った側、うん、動物園エリアって言われてるらしくて、え、その妖怪通りみたいな。そうそうそう。外国人エリアのところちょっと2周目行って、うん、外国人も全員声かけだろうと思って2周目行った人、最初はもう全く日本語喋れへんに来て、はいはい、もう携帯の日本語和訳のやつにもう書いてあるのよ。おもろいな。マニュアルみたいな感じ。そう。SEX20000 って書いてあって、その次はコロンビア人のその人も、もう近づいてきて、サッサッサッって言ってきて、近寄ってきて、ハマチハマチみたいな感じで聞いたら、はいはい、その子は1万円。安いね。コロンビア人。1万円。いや、全然可愛くない。可愛いないんですか。1万円、1万円って言いながら、あそこ触ってくる。マジで？めっちゃ触ってくる。積極的な立ち回り。1万円、1万円。さっき1人目の人、英語和訳で、はいはい、スイモア、他も見るよ、はいはいはい、英語和訳やってくれたから、うんうん、スイモアってもう英語喋れる感じで、スイモア、生きてるやん、ちょっと生きて、オッケーオッケーみたいな、英語喋る人な、この人みたいな感じで、相場としては2万5000円から2万円ぐらい、2万ぐらいやね、ホテル代別で2万円、ゴムなし、外出し、2万、実際どうなん、近くで見た感じ、近くで見たら、もうマスクしてるからな、ごめん、マスク取ってくれはちょっともう、まあ、言えんわな、ね、まあむずいわな、もうまあマスクってここだけで見たら、うん、もうみんな一緒の顔してる、まあ、やっぱピエン系やもんな。
涙袋ちょっと強調した感じで、そうそう、多分トー横の子とかが流れ着いてんのかなって感じするな、はい、ピエン系かギャル系のどっちかなんですよね。清楚系があんまりおらん感じやで、僕の方も男性陣にいろいろ調査してたんですよ、はい、コロナ禍からすごい増えてきた。あ、でやっぱりキャバやってる子とか、まあ、風俗やってるけどそこがお茶引いてなかなか稼げへんしとかっていう子が多いらしいから、なるほど、アイソっていうところはもうほぼほぼないらしい。なるほどなるほど。このチンスポシリーズで一番チンスポやったかもね。いやチンスポ、ほんまにこれは本当に日本社会の闇というか闇やな。こんななんかポップな感じでやったけど、えぐいこと。そうやね、外国人の男性も多いし、はいはい、何してんやろな、なんかカオスやねんな。とにかく川柳で、川柳ですね、知れますか。カチンボで稼いだお金大切に。何やそれ。いや本当に言われんでも分かってるわ。まあ例えばホストクラブに全て貢いでしまうとか、はいはい、だからカチンボやってて、はい、いや私ここで稼いだお金全部は積み立てNISAしてるんですよとかやったら、うんうん、別にあのでもおかしい、まあ、おかしい。なんでそのリテラシーあんのに立ってんの。どうもタイロンです。僕インスタとか結構頑張ってやってまして SNS、まあ、皆さんできたらまあフォローしてほしいなと思ってるんですけど、まあ、なかなかちょっとまあ伸び悩んでるっていうか、まあもうラブホ行く